トップから切り返しを考えてみる。まずトップから切り返しについてのゆったりとしたダウンスイングをどのように手に入れるかという方法ですね。切り返しはどうしても急いでしまう、まあ、それがミスにつながってしまうので、トップから切り返しは一瞬間が必要です。そして下半身からリードしていく、上半身から急いで切り返し してしまうといろんなミスが出てしまいます。ではどうやってですね、この切り返しのタイミングを掴んでいけばいいのかというと、練習方法はクラブを束にして持ってください。このようにですね、力のある方は3本とか4本とか、まあ女性なら2本とかでも構いません。これでただスイングする、この時にカチャ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 音が鳴らないようにゆったりと切り返しをすることで、体力、体幹のトレーニングとかにもなりますね。このように揺れてしまう、軸が重たいのでブレてしまうということを防ぐ練習です。ダウンスイングの形を何度も何度もこのように下半身からリードして行う、ゆったりとですね。ここで、体幹、お腹、力を入れていくと、そしてゆったりと振っていく。ここでガチャ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 鳴らないように切り返ししてください。ゆったりと動きを体幹でコントロールし、クラブヘッドの動きもしっかりと意識する、コントロールしてスピードをコントロールすることですね。まあ、次にワンスピードでしなりを入れて、切り返しで一度たわみを入れてから、ここで間を作ってダウンスイングを行う。この2段階の練習をしてからボールをヒットすれば、ボールを打てばですね、ダウンスイングの切り返しのゆったり感、そしてそのタイミングも測り、安定したスイングを手に入れることが可能になります。練習前のウォームアップに使える、このクラブを束にして切り返しの意識を高める、そんな練習をしてみてください。次に、ね、切り返しで反動をつけないという練習ですけれども、どうしても切り返しで右手を使ってしまうということが言えます。ここでですね、でここで反動をつけてしまうので、もういろいろクラブをコントロールすることができないということですね。下半身の動きがリードしなきゃいけないのに、右手が先に使ってしまったらもう足の動きは消えてしまうということです。ただ利き手の方をね、こう使いたい、右手っていうのは、ね、どうしても使いたいということが言えるので、まあ、そこをどのようにして、殺して下半身からリードする、手の動きを消すことができるのか、そういうどのように練習すればいいのかというね、このアウトサイドインの防ぐ、そういう方法をちょっと説明したいと思います。その方法というのは、反動をつけない、要するにこの位置からいきなりインパクト、こういう練習ですね。まず半分ベルトの位置までクラブを上げて、そこから引き上げない、いきなり打つ、まあ、そうすることでですね、ダウンスイングの反動を、この反動ですね、これをどうしても使いたい方が多い。ここを上に上げないでいきなり打つっていうのはかなり難しいです。方法としては下半身からリードすること、足が先、その後に腕というね、下が引っ張る、この足の動きです。その後に手を使うというかね、引っ張られて腕が振られる、そうすることでシャフトに力を加えることができるんですね。このように下半身の動きです。下半身の動きでシャフトをしなりを入れます。だから反動をつけないで、下半身の動きで、まあ反動をつけるというかね、手の動きで反動をつけてしまうと上に上がってしまうので、上に上げない、下半身で引き込んでから、それから振り抜くということをすれば、バックスイングをノーテイクバック、ここから引き上げないでいきなりインパクトに迎える練習ということになりますね。そういうことができるということです。どうしてもこう手を上に上げてね、手で反動をつけたい、そして上に上がろうとする、下で反動をつけるっていうことがなかなか難しい練習のですが、それこそがね、練習になる。そしてアウトサイドインの防止ですね、ここで右手を使って外からクラブが降りてくるといういろんな癖ですねを防ぐことが可能になります。まずはね、何度も何度もこう繰り返し、ここで反動をつけないでテイクバックをしない、ダウンスイングの切り返しの練習、そして反動をつけないといっても、下半身にはではですね、反動をつけて下半身の動きで切り返すというところで言うと、次のお話になりますが、
切り返しで椅子に座るというねお話へとつなげていきます。切り返しでですね椅子に座るということですが、要は足をどのように使っていくかということで言うと、まず切り返しで沈み込む動きですね、これを考えてください。ゆっくりこのように椅子に座るんじゃなくて、スッとこうね力を抜くように椅子に座る、こうスッと股関節に力を抜いてスッと座る、なんか失神するようなこう脱力した、その瞬間に速度が生まれます。この瞬間にパワーっていうのが生まれて、このようにバネとして下半身リード、切り返しのスピード感っていうのは出るんですね。ですから椅子に座って、このようにただ椅子に座ってそれからとかね、こう準備するんじゃなくて、こう瞬間の椅子に座る瞬間、また立ち上がる、この時の速度、これがダウンスイングの速度へとつながりますので、切り返しで急がないということへとつながりますが、切り返しでこう一瞬脱力するような形で椅子に座る、体の重さがスッと落ちるような、下に1回ストンとこうね落ちるような、この瞬間に切り返しのタイミングというものが存在します。まあ、イメージ的にはトップから切り返しよりもトップの位置の時にも沈んでいる感覚が非常に重要ですね。トップの位置に行ってから手が上まで上がってから下がるというよりは、上がっているこの上がり際の時にスッと下がる、このタイミングです。この沈み込むタイミングを利用して重さが一度下に下がる、その反動を利用して切り返しをすることでスピードが非常に上がる、切れ味の鋭いダウンスイングへとつながります。ここら辺でも沈むようなイメージですね。でここからもすぐ引き上がる方向へと転換されます。切り返しのこのダイナミックな動きを覚えれば、ヘッドスピードが上がり飛距離を伸ばすことが可能になりますので、この足の動きまずはやってみるといいと思います。そして最後に切り返しをゆったりとして、それで飛ばす方法ということへとつなげて最後のお話になりますが、テイクバックがですねの話ですね。まあ早くテイクバックしてしまうとね、切り返しまで早くなってしまうということがあります。で切り返しからはまあ早くなってもいいんですけど、テイクバックはゆったりとこうシャフトがうまくしなって、切り返しだけからダウンスイングかけて、ここから速度が上がっていく、つまりテイクバックはバックス、あの飛距離と全く関係ないんですね。ですからここはゆっくり、この打つところだけクイックスピードを出していく、そうすることでゆったりとしたスイングで飛ばすことって可能です。ですからバックスイングのスピードがそのまま飛距離へと比例するわけではない、ゆったりとしたところからここでキュッと腰を切ってあげて、インパクトだけ力を入れるという、ヘッドの重さ、クラブの重さをぶつけるだけでも飛距離っていうのは伸びるんですね。このように、まあ、先ほどの椅子に座るような動きと同じで、ダウンスイングでうまく2アクションを使ってクラブの重さをぶつけていく、まあ、ゆったりとした練習、切り返しを覚える上では、まあ、テイクバックはノーコック片手で打って、ここで切り返しの時に手首に角度がつくような、ここで手首に角度がつくね、このような切り返しを覚えていくと、ゆったりとしたスピードでボールを強く叩くことは可能です。なるべくノーコックからここでボールをぶつけるときにスピードをつけていく、まあ、これを何度もね行い、インパクトに一点集中させる、テイクバックまではスピードはあまり上がらない、そしてインパクトで最大になり、またフォロースルーからフィニッシュでスピードが落ちていく、一瞬だけの勝負ですね。これがゆったりとした切り返し、そしてゆったりとしたスイングでボールを飛ばす方法ということになります。まあ、全てね言えることっていうのは、切り返しを急がないということですね。そして下半身の動きを重視して、それが急がず打ち急がないで切り返す、トップからダウンスイングのポイントになってきます。そしてまとめになりますが、まずはこのようにクラブを束にして、重い状態にしてクラブをガチャガチャ、音を鳴らせないで切り返しをする、音を鳴らせないでこのように素振りをする、このようなね手だけの動きをすると音が鳴ってしまいますので、ここら辺を気をつけてください。次にテイクバック、反動をつけないでスイングする、足の動きだけですね、手の動きを入れない、右手の反動をつけないでスイングをするという練習ですね。このように、で次が椅子に座るダウンスイングです。この反動を利用してください。ここで脱力してスッと下がる瞬間、ここの
下がる瞬間ですね、ここがパワーにつながります。この切り返しのトレーニングをしてダウンスイングを、切り返しをダイナミックにさせていく。最後に切り返しをゆっくりとしてボールを飛ばす方法、次にスローでノーコックでテイクバックし、切り返しだけクイックにしていく。とりあえずね、すべて言えることは切り返しを急がないというね、そういうための練習法を皆さんたくさん練習やってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、ほぼ毎日夜9時にアップしております。最新動画 YouTube ライブ、見逃したくない方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。